はい、どうも、ジーリです。今回はですね、ちょっと情報が出ていて、これ拡散した方がいいなと思ったんで、緊急で動画撮ってます。ってことで、Apple Store Connect 障害に伴うアップデート、メンテナンス、およびデータ更新の延期についてということでですね、本日7月28日まで発生していた、App Store Connect っていう、これがまあ、iOS の方の、ストアがあるんですけど、そこでね、通信障害が発生していて、それの関係で、現在アプリバージョンのアップデート作業がね、正常に行えていない状況ということで、これに伴ってね、明日7月29日の夜2時から朝8時までね、メンテナンスがあってアップデートが行われる予定だったんですが、これがですね、7月30日以降に延期されるというふうに連絡が出ております。これが7月30日以降なので、7月30日に行われるかっていうとそれかわかんないし、なんならね、8月の結構遅い時期とかになってくる可能性もあるんで、皆さんそこはね、ご了承ください。またね、これにより一部の開催サイト追加のね、時期が変更されるようになります。これ一つ目がですね、この前発表されたばっかのハピネスパッケージガチャっていう、あの激うまガチャですね。でそれが開催延期で、もう一つね、楽曲の方でフロイラインビーブリーウォッチか、これちょっと読み方がこれが安定しないんですけども、こちらの楽曲の方がですね、明日追加っていう風に発表されてたんですけど、延期されるということなんでね、皆さん確認お願いします。ということで、まあ、この辺のね、アップデートがもともと行われる予定だったのが行われない、そして、今後ね、7月30日以降に遅れるんでね、皆さん確認と把握よろしくお願いします。またこれ今回メインの話じゃないんですけど、推奨端末推奨環境ということで、こちら情報が出ております。はい、まあプロセガがね、結構最近アップデートとかも重ねて重くね、なってきてしまっているんで、そこで改めてね、推奨環境を出すということで、まあ下の方を見ていくとこんな感じですね。 iOS 端末の方がiPhone が11以上ですね。iPad が第7世代、iPad Air が第4世代、iPad mini が第6世代、iPad Pro が第2世代以上といった形になっております。またね、推奨環境は iOS 11以上ですね。まあ、ここに関してはね、やっぱもうプロセカが 3DMV とかもあるし、楽曲数も多いし、ストーリーとか、まあ、いろんな演出とかも合わさって、この辺重くなってくるのは仕方がないのかなって思います。また、スマホ自体がですね、割と寿命の短いもので、大体2年から3年くらいで寿命が来るものになっておりますんで、まあ、現在ですね、 iPhone 8とか7とかを使っている方はね、かなり厳しいと思うんで、これを機にですね、 iPhone 11以降の機種とかにね、変更したり iPad をね、購入検討してみたりするといいかなと思います。またですね、 Android の方でも来ており、推奨端末が、すみません、これなんて読むんだろう、ちょっと自分が Android を使ってとないので、まあこれの相当以上で、プラスメモリ RAM の方ですね、こちらが 4GB 以上で、推奨環境が Android 8.0 以上となっておりますんでね、皆さんこちら確認お願いします。はい、まあこんな感じですね。この辺結構重要な情報なんでね、お知らせ日頃目を通さないよって方もね、今一度目を通しておくといいかもしれません。またですね、お知らせやプロセカの公式ツイッターから発信される情報っていうのをね、結構見てない人がいるんですけど、この辺ね、目を通しておいた方がいいものもね、たくさんあるんで、この辺ね、できるだけ目を通すっていうね、習慣をつけるといいかなと思います。ということで、今回短いですが動画終わっていきます。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。